皆様こんにちは。今回は Android のモバイルネットワーク通信をオフにして音声通話のみを利用する方法をご紹介させていただきます。Android のモバイルネットワーク通信をオフにすると、モバイルデータ通信が行われなくなります。そのため、例えば Android を Wi-Fi のみで運用する場合などに特に有効な設定です。また、モバイルネットワーク通信をオフにしても、音声通話の発着信を行うことはできるので、この設定を応用して、例えば Android を音声通話の電話専用機として運用することも可能となります。Android のモバイルネットワーク通信をオフにする方法は、まず Android の設定を開き、無線とネットワークカテゴリにあるデータ使用量やデータ使用などの項目をタッチします。表示されたデータ使用量ページ一番上のモバイルデータのスイッチをオフにして進みます。これで Android のモバイルネットワーク通信がオフになります。モバイルネットワーク通信をオフにすると、たとえアンテナが立っていてもモバイルデータ通信は行われません。重量課金制のモバイルデータ通信契約を行っている場合などは、特に不要な通信は避けたいところかと思うので、この設定を行っておいた方がいいでしょう。ちなみに、今回ご紹介させていただいた方法でモバイルネットワーク通信をオフにした場合は、SIM を差し替えてもモバイルネットワーク通信はオフのままとなるため、モバイルデータ通信を行う運用に変更する場合などは設定を再確認するようにしてください。以上、 Android のモバイルネットワーク通信をオフにして音声通話のみを利用する方法のご紹介でした。